アレハンドロ・セレスティーノ・トレド・マンリケはペリューの政治家。先住民初の同国大統領。1946年、アンカシュ県にケチュア系の家族の16人兄弟の一人として生まれた、レンガ校を父に持つ、チンボテで育つ、チョロ。20歳の時に奨学金を得てアメリカ合衆国のサンフランシスコ大学に留学する。そこで、 経済学学士の学位を取得する。その後、スタンフォード大学で経済学習士の学位を取得する。その後、スタンフォード大学教育学系大学院で博士の学位を取得する。ペルーに帰国して太平洋大学で経済学教授となる。その後、国際連合や世界銀行、米州開発銀行、国際労働機関、経済協力開発機構で、 コンサルタントを務める。一時期国際交流基金の下で、早稲田大学の客員教授となる。1994年に政党ペルーポシブレを設立し、代表となる。1995年、ペルー大統領選挙に出馬するが、3%の支持を L に止まり、予備選挙で敗退するが、その直後より、次の大統領選挙を目指すことを宣言する。 2000年のペルー大統領選挙に出馬するが、第1回目の投票で、アルベルト・フジモリのすぐ下の得票を得るが、選挙に重大な不正があったことを主張して、選挙のボイコットを呼びかける。7月28日より、アルベルト・フジモリが3期目の大統領職に就任するが、11月に失脚し、11月22日に、暫定大統領のバレンティン・パニアグアが就任する。 2001年5月29日投票のペルー大統領選挙にアレハンドロ・トレドが3回目の挑戦そして接戦の後元大統領でアメリカ革命人民同盟のアラン・ガルシアを相手に勝利する。これは1985年から1990年にかけてのガルシア政権時代の超インフレの記憶が原因とされる。2001年7月28日 アレハンドロ・トレドは第92代ペルー大統領に就任する。政治的には中道右派の政策をとる。貧困を解決させ雇用創出するという公約を実行するものの、経済政策がうまくいかないとする向きもある。2005年、北京大学より名誉博士号を授与される。ペルー大統領は次の大統領選挙に出馬できないことになっている。2006年7月28日。 ペルー大統領の任から降りる。次の大統領は、選挙によって元大統領のアラン・ガルシアである。大統領を任期で辞して後、アメリカ合衆国に渡り、2008年8月までスタンフォード大学に招かれることとなる。2011年のペルー大統領選挙に出馬するが、1月から3月の世論調査の支持率では、トップとなることが多かったものの、第1回目投票では、 第4位の標パ5 6 2 5を得るにとどまり敗退する。アレハンドロ・トレドは貧困層の支持を受けて大統領になったのであるが、貧困対策をはじめ雇用喪失、外国投資促進、民主化尊重による藤森政権時代の生産、麻薬根絶などを主要課題に掲げた公約を発表した。国営企業の民営化路線の推進する。発足直後、 74%のペルー国民がトレドの政策を支持する。また、アメリカ合衆国も反米色の薄いトレド政権を支持していた。トレドの在任中はペルー経済は平均6%で成長し続けた。藤森政権時代の生産ということで、藤森政権の黒幕と言われるブラディミロ・モンテシノスのベネズエラからペルーへの送還をベネズエラのうご、 チャベス大統領との交渉で実現した。日本政府にもアルベルト・フジモリの送還を求めるが拒否されている。2002年3月23日にジョージ・ W ・ブッシュがペルーを訪問するが、その直後3月27日にトレドは全土非常事態宣言を下している。その後も非常事態宣言については選択肢の一つとしている。2002年6月15日、 アレキパで電力会社民営化反対のデモが起こり、警官隊と衝突する暴動がエスカレートする。6月16日、トレドは30日間の非常事態宣言を行い軍を動員するものの、6月19日非常事態宣言は撤回され、当該電力会社民営化を一時棚上げにすることで妥協する。その頃は支持率は低下していて、 同年7月の CPI 社世論調査では、トレド政権の不支持率が72.8%で、支持率17.3%を大きく上回った。2003年10月18日の世論調査で、支持率は18%であり、拒否率は80%であった。2004年12月7日、アメリカ合衆国と自由貿易協定を結び、 アメリカからの輸入の3分の2について関税はなくなることになった。これ以降、ペルーは中国、タイ、メキシコ、シンガポールなどとも FTA を結ぶことになる。2005年1月1日、アントーロウマラ中サラ150人が武装放棄し、地元警察に立てこもる事件が発生する。兄で2011年ペルー大統領選挙に当選するオジャンタウマラも、 この放棄に支持声明を出す。当日、トレド政権は、アブリマック州に非常事態宣言を布告し、1月4日、アンタウロ・ウマララを逮捕し、事態を収束させる。2005年4月18日、アポヨシャの世論調査で、トレド大統領の支持率は8%に落ち込む。2006年7月28日に、アラン・ガルシア政権の実現となる。2017年2月9日、 ペルーの検察当局は、ブラジルの建設会社である、オデブレヒトから2000万ドルの賄賂を受け取ったとして、トレドに逮捕状を請求。国際手配された。2019年7月16日、事実上の亡命先となっていたアメリカ合衆国で、拘束された。ありがとうございます。